走れメロス、走れメロスは、知れメロスは、太宰治の短編小説。処刑されるのを承知の上で友情を守ったメロスが、人の心を信じられない王に信頼することの尊さを悟らせる物語。地中海、中東文学の長い系譜の末端に連なる作品である。純朴な羊飼いの青年メロスは、16になる。 妹の結婚のために必要な品々を買い求めに、シラクスの街を訪れたが、街の様子がひどく暗く落ち込んでいることを不審に思い、市民に何が起きているのかを問う。そして、その原因である、人間不信のために、多くの人を処刑している某君ディオニス王、ディオニュシオス一世の話を聞き、激怒する。メロスは、王の暗殺を決意して王城に侵入するが、あえなく、 永兵に捕らえられ、王のもとに引き出された。人間など、私欲の塊だ、信じられぬ、と断言する王に、メロスは、人を疑うのは恥ずべきだと、真っ向から反論する。当然処刑されることになるが、メロスは、シラクスで石膏をしている親友のセリヌンティウスを、人質として、王のもとにどめくのを条件に、妹の結婚式を取り行うため3日後の、日没までの猶予を願う。 王はメロスを信じず、死ぬために再び戻ってくるはずはないと考えるが、セリヌンティウスを処刑して人を信じることのしからしさを証明してやる、との思惑でそれを許した。メロスは、急いで村に帰り、誰にも、真実を言わず妹の結婚式を急ぎ、夫を信じて、精神誠意尽くすように言い含め、式を無事に終えると三日目の朝砕き、王宮に向けて走り出した。 何なく遊国までに到着するつもりが、川の氾濫による橋の流出や、山賊の襲来など旅重なる不運に出会う。濁流の川を懸命に泳ぎ切り、山賊を打ち倒して、必死に駆けるが、無理を重ねたメロスはそのために、心身ともに疲労困憊して倒れ込み、一度は王の元に戻ることを諦めかけた。セリヌンティウスを裏切って逃げてやろうかとも思う。 しかし近くの岩の隙間からは切れてきた清水を飲み、疲労回復とともに、義務遂行の希望が生まれ、再び走り出す。人間不信の王を見返すために、自分を信じて疑わない友人の命を救うために、そして自分の命を捧げるために。こうしてメロスは、全力で体力の限界まで達するほどに走り続け、日没直前、 今まさにセリヌンティウスが貼り付けにされようとするところに到着し、約束を果たす。セリヌンティウスにただ一度だけ裏切ろうとしたことを告げて詫び、セリヌンティウスも一度だけメロスを疑ったことを告げて詫びた。そして彼らの真の友情を見た王は改心し、二人を釈放するのであった。作品の最後に古伝説とシジュレルの死からと記述され、 古代イギリシャの伝承とドイツのシジュレル、すなわちフリードリヒ・ホンシラーの死をもとに創作したことが明らかにされている。ハシレメロスのもとになった伝承は、杉田秀明によると古代イギリシャのピタゴラス派の教団員の間の団結の硬さを示す逸話として発生したものである。抗議の地中海、中東世界で発展し、日本に伝わった。杉田は武道寺の見える回廊。 岩波書店2002年11月は SBN9 兆7840億24万6163で、伝承の発生と広がり、日本への伝来の経緯を詳細に論じている。ピタゴラス派は、宗教、政治団体の性格を持つ秘密結社を組織しており、構成員は財産を共有して、共同生活を行い、強い友愛の絆で結ばれていることで知られていた。 杉田が伝承の最も初期の一つとして挙げている、シンプラトン主義者のヤンブリコス、240年頃から325年頃のピタゴラス伝では、ディオニュシオス2世が治めるシチリア島の主落祭部隊となっており、後にコリントスに追放されたディオニュシオス2世が体験談として、哲学者、音楽理論家のアリストクセノス、全4世紀頃に語ったものであるとされている。 ピタゴラス派の教団員モン、デーモンとフィンティアス、ピシアスの友情の美談、ドイツ語版、英語版参照であり、西洋ではメロスとセディヌンティウスよりこちらの名前が有名である。デーモンとピシアスの名は、固い友情で結ばれた親友を意味する慣用句として使われている。ピタゴラス伝に収録された内容は次の通りである。ピタゴラス派に反感を持つ、 者たちの事実無根の告発、または冗談により、フィンティアスが、ディオニュシオス2世より、王に対し陰謀を企んだ罪で死刑を、申し渡される、フィンティアスの反応を見るための芝居である。フィンティアスは、身辺整理のため、その日の残り時間を猶予として願い、ダモンを保証人に指名する。事情を聞いた、ダモンは保証人を引き受け、 この企みを行った者たちはお前は結局見捨てられるとダモンを嘲笑する。火が沈みかけた頃フィンティアスは現れ、皆は感動し未情される。ディオニュシオス二世は、わしも第三の男として友情に加えてほしいと頼むが拒否される。フィンティアスやダモンの深い心理描写はなく、最後にフィンティアスが許されたかどうか明らかにされていない。物語というより、 実際あった事件の報告といったおもきで、フィンティアスが走って現れる描写もない。一方、紀元前一世紀の歴史家、ディオドロススイケロスの世界史に残された伝承は、イアンブリコスのものと影響し合うことなく成立したと思われが、より物語性が強く緊迫した内容で、フィンティアスが国言ギリギリに登場するなど、走れメロスに近くなっている。わしも、 第三の男として友情に加えて欲しいというセリフは、イアンブリコスのものと共通しており、この言葉は、以後、シラー、ダザイまで伝承されている。ワレリウス・マクスイムス、一世紀が著名原稿を録で、ヒュギヌス、二世紀が、説話集で、この伝承に、文学的装飾を施し構成に、大きな影響を与えた。ヒュギヌスは、説話集。 友情で最も固く結ばれた者たちで、フィンティアスとダモンの名をモイスト、セリヌンティオスに変え、モイロスがドイツ語圏でメイロスとなったピタゴラス派の団員という設定を消した。また、3日間という猶予、妹の婚礼、暴風による川の氾濫という障害を追加し、処刑方法を具体的に卓形にした。ヒュギヌスの作品がシラーが直接転居にしたものである。 ギリシャ・ローマ世界で広く流布した友情物語は舞台設定や登場人物を変えながら中東アラブ世界に広まり9から10世紀にアラビア語で記録されるようになった。杉田はアラブ世界に流入した経緯や時期は不明でありビザンツ文化と共に伝承した可能性もあるがアッパース朝最盛期のギリシア文献の翻訳時代にその担い手であるネストリウス派キリスト教徒の手で 移入された可能性の方が大きいかもしれないと述べている。イスファハーニー、歌謡集に、中東アラブ世界における初期の形が見られ、千代人よ物語でも、生まるあるイコール、アッターブと若い牧人との話、第395から97話として、イスラム時代を舞台に変装しつつ展開されている。中世の地中海、中東世界で発展した伝承は、ヨーロッパに流入し復活した。 杉田は、ヨーロッパでの復活は14世紀以降と思われ、ワレリウス・マクスイムス、一世紀、著名原稿録が、キリストの僧侶が説教を行う、際の手引きとして活用されたことが大きいと述べている。様々な媒体で伝承は広く流不し、18世紀末の1799年に、シラーの人質が発表された。ダザは、小グリタ 二十世紀前半の読文学者が1937年、昭和12年7月に訳した、シラーのバラードの初版、人質、新編、シラー師匠改造文庫を参考にしたオグリは訳中に、メロスの友人の名がセディヌンティウスであることを記しており、ダザイの書く、古伝説とはこれを指す。日本ではダザイ以前に、明治初期に幕末を舞台にした本案、シラーの死を、 直接的にか、間接的にか参照したと思われるものがあり、この伝承は、青少年の道徳心を育てる目的で、学校教育に採用され、広く読まれた。太宰が使った高等小学校1年生の国語の教科書にも、真の地記のタイトルで収録されており、鈴木美幸吉も1910年、明治43年11月、デーモンとピシアスのタイトルで1922、 赤い鳥に発表している青空文庫。走れメロス登場後は教育で使われるのは同作になり、戦後はほぼずっと中学校の国語の教科書で使われている。婚意にしていた熱海の村上旅館に太宰が入り浸っていつまでも戻らないので、妻がきっと良くない生活をしているのでは、と心配し、太宰の友人である段和夫に様子を見てきてほしいと依頼した。 往復の交通費と宿代等を持たされ、熱海を訪れた真由美を、太宰は大歓迎する。真由美を引き止めて連日飲み歩き、とうとう預かってきた金をすべて使い切ってしまった。飲みしろや宿代も溜まってきたところで、太宰は、単に宿の人質、宿賃の方に身代わりになって、宿に留まることとなって待っていてくれと説得し、東京にいる、伊ぶせますのところに借金をしにいっしまう。 数日待っても一向に落とさたもない太宰にしびれを切らした真由美が宿屋とのミに支払いを待ってもらい、伊ブセの元に駆けつけると、二人は、呑気に将棋を指していた。太宰は、今まで散々面倒をかけてきた伊ブセに、借金の申し出のタイミングがつかめずにいたのであるが、激怒しかけた真由美に、太宰は、待つ身が辛いかね、待たせる身が辛いかね、と言ったという。後日、 発表された、走りメロスを読んだマユミは、おそらく、私たちの熱海校が少なくも、その重要な心情の発端になっていはしないかと、考えたと、小説、ダザイオサムに書き残している。主題の美しさと文体の力強さを評価する、肯定的な声が多くある。その一方、教材として、学校で使う場合に、特目を褒めたたえることの、しらじらしさを指摘する声。 寺山修司の、歩け、メロスのように、メロスを、無神経な自己中心性、自己陶水の象徴と考える、否定的な評価もある。クリーが制作する朗読演劇シリーズで舞台化された。キービジュアルは、知り上がり樹、宮崎明人、大河元気、佐藤栄則、椎名大蔵、西村光明、鈴木博と、村田光、萩野隆、川下太陽、野高達夫、 この作品はメッセージ性の高さや差し加減の良さなどから義務教育の国語教科書などで扱われ知名度が高いため1話完結系の連載物などでパロディの材料にされることも多い楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください